SSK セールス福島工場は昭和の初め28年になりますけれども、福島県の誘致を受けまして、農産物を缶詰加工するところから始まっております。今では9割パウチ商品を製造する、そんな会社になっております。美味しさもちろん追求するんですけれども、衛生というのが第一歩ですね。使う原料はもとよりですね、水といった全てのものが衛生的でなければ人様に安心安全をお届けできないなといったところで、非常に衛生面では気を使っております。水、お湯ですね、こういったものを仕込むように使う場合もありますし、毎日使った容器、あと、器具類ですね、製造設備ももちろん、それの洗浄ですね、これに大量の、お湯を使用いたします。当時はお湯をそのタンクに溜めると、そういうような使い方をしておりました。常にその温度になるように設定して蒸気を入れっぱなしにしますので、環境がとにかく暑い、非常に劣悪な作業環境だったんですね。代理店さん通して、今回の SQ6 の紹介を受けて、本当にそんなコンパクトなもので、蛇口ひねればすぐにお湯が出て、使う時にだけ蒸気が出て、そんないいものあんの、本当に半信半疑というのは、あれでほとんど疑われている状態でした。ところが、それがですね、予想以上というか、すごいいいものだなと。こんなに簡単にお湯が出るんだと。とにかく環境がまず良くなった。スペースの確保もできて、なおかつ熱くならない。間接的に、蒸気、熱が、水に伝わってお湯に変えてくれると、食品適合だよというご紹介もあって、この設備は間違いないねと。2代目3代目っていうのはもう各工場1台ずつで、もう話がどんどん拍子に進みました。いい買い物したなと。今回すごく満足してるんですよ、正直。どんな商品を今後開発してくれるのかなっていうのが逆に楽しみっていうのはありますね。SSK セールスは今後もですね、主力商品であるこれらの冷たいスープを筆頭にですね、あらゆる商品、食品に、チャレンジして、いきたいと思います。